サディウス・ケイヒルによるテルハーモニウムの演奏台テルハーモニウムは初期の電気オルガン、別名ダイナモフォン。サディウス・ケイヒルが1896年頃開発し、1897年に特許を取得した。テルハーモニウムから出る電気信号は電線を介して送られ、ホーンスピーカーにより受信側で聞くことができた。後に出たハモンドオルガンと同様にトーンホイールを用いて、 加算合成により作られた電気信号として楽器音を生成した。最初の電気機械的な楽器とされている。ケイヒルは3つの型を作成した。重さはマーク I は7トン、マークツーは200トンであり、マークスリーもツーと同じ重さであった。それぞれ前の方から非常に進歩したものになっていた。生で見る聴衆の前で電話伝送に加えて演奏が行われたのはわずかで。 あった。ニューヨーク市での演奏会は1906年に大衆に歓迎され、演奏者は楽器を制御するために演奏台に座っていた。実際の楽器自体の装置は非常に大きく部屋全体を占めていた。制御する演奏台から出ている電線は、聴衆席の床の穴を通してコンサートホールの下にある地下に収容された楽器室自体に慎重に供給された。 テルハーモニウムは、現代の電子楽器を様々な方法で用示している。例えば、その音響出力は普通の受話器を大きい紙の円錐に接続するという形をとった。これは、原始的なスピーカーである。実際、電磁器の振動板が独特な音を出力するのに、最も好ましい手段という発言で知られていた。テルハーモニウムはいくつかの理由により終わりを迎えた。 その巨大なサイズ、重量、消費電力には明確な問題を生んでいた。加えて、テルハーモニウムの音楽の電話放送が混戦の影響を受ける奇妙な電子音楽によって、それを知らない電話使用者が中断されるといった問題が起き始めていた。1912年までに、この画期的な楽器への関心は変わり、1914年に、 ケイヒルの会社は成功しなかったと宣言された。ケイヒルは1934年に死去した。彼の弟が何十年間もマークアイを保有していたが、誰もそれに興味を示さなかった。これは残っていた最後の方であったが1962年に壊された。特許第58万35号。1896年、ケイヒルによって提出された、テルハーモニウムのもの。 テルハーモニウムの音色はクリアでピュアである。これはテルハーモニウムが生成することができる電子的な正弦波の音である。しかし、そのような単純な音に限られていたわけではない。楽器の各トーンホイールは一つのキーに対応し、そしてその可能性を広げるために、ケイヒルは各キーに高調波を追加するために、いくつかのトーンホイールを付け加えた。オルガンのようなストップや、 複数の鍵盤や多くのフットペダルの組み合わせは、あらゆる音を削り出し再構成することができることを意味していた。この楽器は、フルート、バスーン、クラリネット、チェロのような一般的にオーケストラで用いられる、木管楽器の音を再現できるということで、注目された。6 7 0ットの電源を用し、まさしく動作するには153個のキーが必要であった。 ありがとうございます。